お疲れ様です。雨が降ったら傘を差す。まあ当たり前やんといえば当たり前です。でも、これを当たり前止まりにするのか、そこから因数分解して様々なね、意味付けに展開させられるのかっていうところで、人は大きく変わってくるんじゃないかなと思うんですよ。当たり前じゃん。普通じゃん。その通りじゃん。と結論を急げば、そこから先の展開はないんですけども、これにはどんな意味が隠されているだろうか、もしくは自分にはどんな意味付けをできるだろうかと考えた時に、雨が降ったら傘を差す。例えばね、雨が降ったら、これを困った状態というふうに言うことができますよね。人生には時に応じて雨が降ったり、風が吹いたり、まあ、雪が降ったりね、穴ぼこに落ちたりとか様々あるわけですよね。その時に傘を差せばいいやっていうふうに傘を携えていたら、雨に濡れずに済みますよね。でもその傘ってのは、困った時にその困った状況を解決できる手段を備えていたらっていうふうに言い換えるとどうでしょうかと。雨が降ったら傘を差すし、お金がなかったらお金を下ろしに行くし、友達と揉めたら和解するためにね、折り詰め持っていくし、みたいな感じで、全てのトラブルに際して備えがあるよっていうこと、もしくは備えておきましょうっていうふうに言い換えると、たった一言、雨が降ったら傘を差すっていう言葉がものすごく広く展開できると思うんですよ。そして人はですね、困った状態にありながら、なぜ嘆くのか、なぜ助けを求めるのか、なぜ自暴自棄になるのか、それは対処法を備えていなかった人生、それが自分に差し迫ったということに気づくからなんですよね。私もよく話しますけども、私たちは阪神・淡路大震災、そして東日本大震災というふうな巨大な後世にまで影響を及ぼすようなとてつもない地震災害を経験してます。その時には痛切に思うんですよ。ああ、食料の備蓄をしておけばよかった。なんでペットボトルの水確保しておかなかったんだろう。スマホの電源、給電のことね、大きな災害が起きると停電しますから、その停電も長いわけですよ。ああ、なんで充電器を置いとかなかったのかな、太陽パネルで吸収できるようにできておかなかったのかなとか、災害に起きた時、ピンチに陥った時にはみんなね、そういうふうに思うんですよ。だから水の値段が高騰したり、食品をスーパーやね、コンビニにまあ長蛇の列を作ったり、電源ないですか、電源ないですかっていうふうにスマホをこうやって持ちながらこうやってフラフラ探したりとかね、みんな当たり前じゃん止まりの人がそうなるんですよ。でも、ああ、でももしかしたらピンチの時には自分は備えはできてるだろうか、今のうちに何もない時に、平時の時に備えを少しずつ積み上げておこうかなというふうに思えば、もしかしたら一見ね、そんなことしなくてもみんなしてないよと、そんな備えいざとなったらその時だよっていうふうな、地震に際してもね、当たり前の考え方をしてれば特に何の備えもしてないんですよ。そのうちやろうか、余裕ができたらっていうのが当たり前の考え方だと思うんですよ。でも余裕があろうがなかろうが、まるで給料が手渡されたら最初に貯金したい金額2万円を分けて、残りの金額で1ヶ月をやりくりするように、まずは災害対策、今日の分をやっといて、それから今日の一日を始めようかなっていうふうに考える方は、ピンチの時にも自分の身を、まあ、近くの人の身を守ることができるんじゃないかなと思いますね。はい。じゃあですね、まあ私もこれに対してどう備えているか、その基本の木は体力ですね。いつでも俊敏に動けるようなね、体力を身につけておくこと、いつでも自分の家族を抱えて猛ダッシュできるぐらいのスタミナをつけておくこと、そして怪我をしにくい体質、体調を壊してもあっという間に回復するような自然治癒力を身につけておくこと、まあ、こういうのは特に何かを買わなくても日々の意識だけでできるんではないかなと思いますね。まあまだありますけども、雨が降ったら傘を差すという言葉からどのぐらい引き出せるかっていうところが、まあその人のね、核にもなるんじゃないかなと思いながらの今日の放送でございました。それではいってらっしゃい。